どうも、翼です。決別した会社の最後の給料について語ります。でもね、いろんな給与明細書を集めたものを再生リストに並べてますので、いろんな給与明細書を見たい方は再生リストからおたどりくださいませ。では行きます。こちら職業がわからないんですけどね、会社と決別した給料ということで、通勤費が8000円、総支給額が19万5000円ですね。低いから決別したんですかね。で、排除金額が34,297円。で、この差し引き支給額が16万1,434円ですね。はい、終わります。